金色に輝くメダルが北海道大学に寄贈されました。これはノーベル化学賞の公式レプリカで、北大の特任教授ベンジャミン・リスト氏が2021年に受賞していました。メダルの公式レプリカはノーベル財団が3個だけ作ることを認めていて、今後北大総合博物館で展示する予定です。リスト氏は、賞を取ろうとするのではなく、自分の熱意を追求してほしいと話していました。